北斗、追分インターチェンジ、大野インターチェンジ橋側から、2019年5月撮影、QIC 名の名残となっている、北斗追分インターチェンジは、北海道北斗市追分にある、函館江差自動車道のインターチェンジ、2009年10月1日に大野インターチェンジから、解消された。函館フェリーターミナルへの最寄り IC であるほか、国道227号経由で、 北海道新幹線新函館北斗駅へのアクセスも可能である。北斗岩分インターチェンジ入り口 -1 出口 -1 入り口 -2 出口 -2 北斗、中央 IC 側の出入口奥側に、北海道道線164号北斗、大分インターチェジの接続部分があるが、未完成のためガードレールで遮られている、ハット AB メッセージボード。函館開発建設部。 2014年10月13日閲覧。1函館差し自動車道に帯広広大自動車道。3一般国道40号名寄るバイパス。北の交差点ボリューム13スプリングサマー2003北海道道路管理技術センター。2014年10月13日閲覧。追岩分地区農工団地、テクノポリス、函館上磯工業団地。函館地域企業立地ガイド。 箱館地域産業活性化協議会2014年10月13日閲覧箱館港港町不登校湾関連用地箱館地域企業立地ガイド箱館地域産業活性化協議会2014年10月13日閲覧ありがとうございます